どうも、あいちです、えー。昨日は情熱大陸ご覧いただきありがとうございました、えー。おかげさまでね、たくさんの方に新しくこのチャンネルの存在を知っていただき、えー、とても嬉しく思っております。で、情熱大陸が終わった後にですね、あのー、この動画を撮ろうと決めてたんですね。で、今回何かっていうと、まあ、普段使ってくれている学生のみんなに。 あの改めてになるんですがちょっと自分の思いを伝えたいなと思って撮っております。で多分、えー、と今回は、えー、と決めてることがあって途中にカットを入れてません。なんでなんか話が止まってしまったりとかちょっとぐだつく時もあるかもしれないんですけど、まあ、それもリアルだと思って受け取ってください。でその分動画が長くなる可能性がありますちょっと。だから今テスト期間なんですよね。で受験生も,もう12月になるしちょっと見てる場合じゃないよっていう時もあると思うので見るタイミングは皆さんに 任せるんですが是非今勉強を頑張ってる方とかスポーツもね何か打ち込んでる方何かに悩んでる方の何かのヒントになればいいなと思って話していきますのでよかったら最後までお付き合いくださいでは、えー、今回編集入んないんでねちょっと <laughs> 緊張するんですけどあの何かっていうと「ジョネス大陸」が昨日出させてもらったんですが自分はもともと「ジョネス大陸」が好きで,で出たい出たいって出る出るって言ったのがもう10講師の時からだったみたいなんですね。だかららもう10年ぐらい この夢を持ってやってきました。で、まあ youtube からね。もちろん自分のことを知ってくださった方がほとんどだと思うんですけど、その例えば8年前に youtube を始めて8年前からね。知ってくださってる方もいるわけですよ。で、その方がまあ、どう思ったかわからないですけど、自分の身の回りの人にはやっぱり情熱大陸っていう夢を見た時にはまあまあ。まあ、それはね。俺が逆でもまあ思うかもしれん。ん まあ、ね、頑張れよっていや内心は「いや無理だろそれは!」ってね、まあそうなるよ、うん、だったんだけど、まあ、こうやって時間はかかりままししたたけど叶うことができましたあの自分はですねこの YouTube の活動を通して、まあ、授業を分かりやすい授業を提供するって教育で子どもたちを笑顔の瞬間を作っていくっていうのがもう一個のポリシーではあるんですけれどもう一個はやっぱり自分の生き様として。 この配置っていう自分自身の生き方とか考え方を通してあのみんなに何て言うのかな何かを感じてもらえたらいいなと思ってますやっぱ背中で伝えられるものって大きいと思ってますし自分も恩師のねあの昨日の放送にも出ていただきましたけど松崎先生の姿を見てああなりたいなって思って今でも追っかけてますから今でも自分の理想の教師像は松崎先生なのでやっぱりその別に自分のことを追っかけてほしいとは思ってないですけどでもなんか大人 みんなにとっては大人じゃんんだからさだってみんなお父さんお母さんの方が近いんだからねねだからこういう人でもなんかがむしゃらにというか頑張ってる人いるんだってそれに感化されて私ももうちょっと頑張ろうかなって俺ももう少し頑張ってみようかなって思ってほしいなってやっぱり口で言うよりも姿で見せるが俺は伝わると思うからやってきましたで今回ねこういった形で一応言い続ければ追い続ければ何かが叶うんだって人に 無理だ無理だと言われることでも叶うんだっていうのが一つ見せられたのは個人的には良かったなと思ってます。でだからこそこのタイミングでこの動画を撮ってるんですけれどあの、まあ、動画あの動画じゃないや昨日の放送の中にもねありましたしこの前のね講演会はフルで動画を投稿しているので、まあ、その中でも話したことなんですが今みんな自身が、まあ、勉強とか、まあ、いろんなことで悩みを持ってると思います。で例えば 夢とか目標に関してもその夢とか目標をこう足を足引っ張る人は出てきますそれがもしかしたらご家族や身近な人かもしれない友達かもしれない恋人かもしれないそんなんやめろよってお前には無理だよみたいなねそうでもその無理かどうかを決めるのは他人じゃないんですよね本当に自分の持ってる目標や夢が無理になる瞬間それどこかって自分がそう思った時なんですよ心からそう思ってしまった時 つまり諦めた時ですねその瞬間に無理になります自分が普段思ってることまあ、自分はね教育に3本目の柱を立てるっていうのを目標でやってます、えー、学校教育っていう公教育それは塾や家庭教師あと通信教育っていう一般企業がやってる教育この2本柱でずっと教育って支えられてたんですよねでもやっぱりそこで支えきれない方たちを実際見てきたから だから無料で勉強できるっていうそういうコンテンツをもっと日本に浸透させるこの3本目の柱を立てることによってもっと子どもたちが勉強しやすい勉強したいと思った時にできる環境を作っていくんだっていうのを目標にしてますまだかなってません全然確かに8年前に比べればだいぶ浸透しましたよ自分への風当たりも変わりましたあんだけ毎日偽善者って言われてた俺がこうやってみんなに応援してもらえてるからねそれだけ変わってきたでもまだまだなんですうんだから それが叶うかどうかまあ今でこそそれは叶うと思いますって言ってくれる方はいます、ね、当時は全然いなかったけどいるよでもさ自分の中ではやっぱり自分が諦めた瞬間に終わるんですよその夢っていうのはで絶対叶うと思ってるもんだって叶うまで叶うまで掴み取るまで追い続ければ絶対叶うんだから問題は自分の寿命が間に合うかどうかそれだけだからって思ってますずっとだからみんなも えとまあ志望校だったりとか将来の夢だったりとかまあ他のこともあると思う何か目標や夢を持った時に叶うまで追いいけてください偏差値が10足りない15足りない人にはねもう無理で諦めろ志望校変えろと言われてるかもしれないでも自分自身が絶対にそこまで行くんだってあの志望校に受かってやるんだってそれ相応の努力は必要ですよ努力をせずに叶う夢なんてないです基本的にだから努力は必要苦労もします悩みもします 間違いないなたくさん泣く日だってあるよきっとでもやっぱり叶うまでつかみ取るまで追いかければ夢は叶うはずですと思ってます自分は35年生きてきてうまくいかなかったこともたくさんありますもちろん叶わなかった夢というかつかみ取れなかったものもありますそうね全部が全部叶うわけじゃないこれを見てる皆さんが全員が志望校に受かるわけじゃないです受験には まあ勝ちと負けとは思っていませんけど志望校に合格する不合格がどうしても出てきてしまう出てきてしまいますですけど自分が思ってるそして自分が見てきた生徒を見てすごく思っているのはたとえ志望校に受からなかったね第一志望に受からなかったとしても本気でそこを追いかけた子っていうのは行った場所それが第一志望の場所じゃなかったとしても行った場所でめちゃくちゃ輝きます力強く前に進んでいくなぜなら頑張った自分に自信があるから いいかなぜひみんなにもそうなってほしいですと思って今回の動画を撮らせてもらいましたなのでまあ伝えたいのがごちゃごちゃしちゃいましたけどみんなの人生ですみんなが主役ですみんなの人生は他人じゃない主役はだからぜひみんなの人生自分が主役だと思って突き進んでくださいそしてあの最後に自分がね最近よく大事にしてる言葉があるんでそれを伝えて終わりたいと思うんですがよく勉強法とか、まあ、生き方とかもそうなんですけど 正正解解を教えててくれれれって言われることがが多いですどれが一番正解ですすど一番かつまり何かの岐路に立った時脂肪校もそうですね3つ脂肪校があったらどれが一番いいと思いますか勉強法もそうですベストアンサーを知りたいんです人は後でね振り返った時にあっちの答えにしときゃよかったって思うのはちょっとい辛いですよねやっぱり悔しいというかでもベストアンサーって言ってみないか分かんないんですよ振り返った時に気づくものなんですよねなのので自分が思ってるのは 何かの選択をしなきゃいけない時に正解を選ばなきゃって思うことじゃないんですよ一番自分が心がときめくものここで突き進んでいきたいと心が動かされるものそれを選んでくださいそして選んだ後に自分が選んだものを正解にすればいいんですこれがベストアンサーだったんだってそう自分が言えればそれが正解なんです自分は YouTube に教育を混ぜたことこうやって教育 YouTuber として活動したことを今は正解だと思ってます 当時は分かんなかったですよ。迷ってましたよ。2012年始めたときはあんだけ叩かれたから、やっぱ俺間違ってんのかなってたくさん思いましたもん。でも、今は全く思ってないです。まあ、その正解だったと思わせてくれたのはみんなのおかげです。それは間違いない。もう感謝しかないです。それに関しては。だからこそ、みんなからもらってる、その感謝、みんなからもらった思いを、感謝の気持ちを込めて、いい動画を提供することによって、恩返ししていきます。これからも。これからも自分はこの動画っていう活動を頑張っていきますので、ぜひ皆さんも、 みんな自みみんんなな違うよみんな一人一人持ってる目標とか夢は違うけれどみんな自身がみんな自身が主役だと思ってみんな自身の人生を、えー、突き進んでもらえたらと思います是非これからもお互い頑張っていきましょうということで以上ハイチューでしたご視聴いただきありがとうございました